今泉さん、よろしくお願いいたします。環境リスク研究センターの今泉と申します。私で最後の講演になります。4時ということで、お疲れている方もいらっしゃるかもしれませんが、30分ほどお付き合いください。さて、皆さんに質問です。ある化学物質が将来環境中でどのくらいの濃度になるか予測することはできますか？多くの皆さんはあまりこういったことを考えたことがないと思いますが、ぜひ想像してみてください。いかがでしょうか？もう一つ聞きたいことは、今皆さん環境中と言われてどういったところを想像されましたか？大気であったりとか、山の奥、川であったりとか、海であったりとか、道路上だったり、例えばこの、会場の中も私たちの周りの環境ではあります。本日の話題は、私からは、前半と後半と分かれていまして、前半に、今お話したような環境中の化学物質の動きをどのように予測するかというお話として、多媒体モデルと環境モデルというものを、ご紹介するとともに、我々の開発している多媒体モデル GSIMS と呼んでいますが、それの紹介をさせていただきたいと思います。でまた、後半は、原発事故由来の放射性セシウムの動きを多媒体モデルで予測するということで、まずは我々国立環境研究所で取り組んでいる、研究の紹介と、前半で紹介する、多媒体モデル GSIMS を用いた予測結果というのを紹介したいと思います。まずは前半のお話です。化学物質が存在する場を媒体と呼びます。それは大気や海、川などの水や土などです。多媒体モデルというのは、そのうちの媒体のうちの多くの媒体、複数の媒体を扱う環境モデルの中の一つのグループになります。例えばベンゼン、ガソリンの匂い成分の一つですけれども、これがスライド東京で書いてありますが、大阪、例えばこの大阪城の周りの10キロ四方においてどのくらいの濃度で存在するかというようなことを解くための道具とお考えください。こちらで紹介した、今お話したその環境モデル、じゃあ環境モデルというのは何かと言いますと、コンピューター上に環境、身の回りの空間ですね、を模擬的に構築することで化学物質の環境中での動きを計算するものです。中にはコンピューターを使わずに関連する方程式を立てて、それを解くことで環境中の動きを計算する場合もあります。現在我々は多くの化学物質に囲まれて生活しています。したがって対象、計算対象とする化学物質もさまざまな特徴を有しています。またモデルの計算の目的や、そのどういった場所を計算するかということがさまざまありますので、結果的に最適な環境モデルというのは一つで決まらずに、さまざまなものが、その化学物質の特徴や目的、計算する場所によってさまざまなものがあります。具体的に言いますと、例えば煙突から出た物質がどこまで到達するかといった問題や、ある地点から流された物質というのはどのように広がっていくのかといったような問題において、さまざま適したモデルが存在します。じゃあ多媒体モデルというのはどうして生まれたかと言いますと、その、現在何万種類とか何十万種類っていう化学物質に囲まれて生活している中で、その化学物質を正しく管理するためには、全部を全て同じように調べることは非常に難しいです。したがって環境中に出てしまった後に長くとどまる化学物質、これは長くとどまるということは、なかなか環境汚染してしまったらそれを回復させることは難しいということを意味しますので、そういった長くとどまる化学物質を把握する必要がありますし、どういったところにたまりやすいかということが分かれば、そこを重点的に測ったり調べたりすることができます。したがってそういった形で大雑把に環境中でどういったところにとどまるのか、そしてとどまりやすいのかとどまりにくいのかということを計算する必要があって、多媒体モデルというものが生まれました。こちらに示した図というのが、その多媒体モデルの簡単な模式図になります。それぞれの媒体、大気とか、海、川とか土とかを、一つの箱に見立てて、その箱の外と中の化学物質のやり取りだったりとか、箱の中の化学物質の動きっていうのを計算することによって、環境中での化学物質の動きというのを計算します。その環境中の、例えば大気っていうのを、細かく刻むことで、より
詳しく化学、環境というのを再現することもできます。で左の図は、それぞれ、均等に細かく割った図で、右側の図っていうのは、色子状に環境を作った、図になります。例えば右側の図なんかですと、一番中心の小さい、箱の中に、都市域を入れて、その周りに、田舎だったりとかあまり人口密度が高くないところ、でさらにその大枠にそれを囲んでいる、海であったりとか、大自然あるようなところっていうのを設定して計算することで、より現実に近いものを計算するようなこともできますし、本日紹介する G-SIMS というのは左側の図、つまり環境中を細かく均等に近い形で切って、各場所で何が起きているのかということをより正確に計算するというようなものになります。でこちらが多媒体モデルを構築する上でのポイントになります。3つあります。まずはそれぞれの媒体、大気とか水とかの中でどういったプロセスが起きているのかっていうのを考えるか、どういったプロセスを考える対象にするかということと、媒体間ですね、例えば海と大気でどういうやり取り、どういうプロセスを想定してモデルを作るかということが大切な一つのポイントになります。でもう一つは、一つ前のスライドで紹介したような、それぞれの媒体箱っていうのをどのように分割するかっていうお話、そういうことを考える必要があります。今最後の3番目としては、さらに時間経過をどのように考慮するかということも大事な要素になります。これは考慮しないようなモデルというのも存在します。こちらが多媒体モデル G-SIMS の右側計算結果の例になります。こちらは実際に地形情報、標高データからですね、周水域というのを計算して、地表の媒体の箱を設定することで、より正確に環境を再現することができるモデルになります。今説明したその周水域というのは、例えば雨が降った時にどういうふうに集まって川に行くのかっていうのを、計算することができるんですけれども、その範囲というのが周水域にあたるんですが、それをどういうふうに計算するかというのは、この次のスライド、その後のスライドにで説明したいと思います。でこちらの図では、日本全国を約3万8千の周水域に分割しています。ちょっと見にくいかもしれませんが、右側は日本全体の地図になっていて、黄色い部分がモデルの計算上で高い濃度になっている地域です。でさらに赤い棒というのは、実測値、観測値を意味していまして、より、東京や大阪などの人口密度が高いところは、計算上も濃度高くなってますし、実測値でも濃度が高くなっているということが見て取れると思います。続きましてまた別の例です。こちらは水田農薬へ適用した例になります。河川中の除草剤、これプレチラクロールというよく使われる農薬なんですが、これの濃度、河川中の濃度を春から秋まで計算した結果をぐるぐる動画で回しています。で紫色とか青とかが低い濃度で、黄色や赤が高い濃度を意味していて、春先の使用時期に濃度が上昇して、その後ゆっくり濃度が低下しているということを計算結果を表しています。でさらにその除草剤の使用量だったりとか、水田密度の違いというのが反映されていて、色の、色というか濃度の違いが出てきます。でさらにこちらは放射性セシウムの計算結果例になります。この計算結果自体はまた後半で同じ図紹介しますので、ここではこの一部をご覧いただきたいんですけれども、まずはその計算地域ですね。この図では北関東、群馬、栃木、茨城と福島の中通り、浜通りという福島県の東側を中心に計算をしています。ちょっと見にくいかもしれませんが、左側の図の細かい一個一個の箱っていうのが、先ほどから説明している一つの周水域の箱になります。こちらの図でだいたい3500個ぐらいの箱で計算していて、一個の周水域の大きさは平均9平方キロメーターになります。では実際に周水域どういうふうに計算していくかというのを説明したいと思います。こちら一番左側がまず川を表しています。緑色とオレンジと青がそれぞれ川で、2つの川が合流して下に流れていくような地点をイメージしてください。でまずはその川を緑の部分とオレンジの部分と青という部分の線分に分けます。でそれを我々は河道と呼んでいます。
でさらにここメッシュ格子がありますが、この格子は一個一個のところに標高データが入っています。で大体一辺が10メーターぐらいのサイズなんですけれども、そういったデータをまず用意します。で2番目の真ん中の図に行きまして、その、セルの中からまずは下線と重なる部分、可動と重なる部分をこちらに、お示したように、緑だったりとかオレンジだったりとか青だったりというような形で、まあ、色分けして、そこの部分は、まあ、川になりますよということですね。でさらにそうではない部分に関して標高データから、傾斜を計算します。傾斜、傾き、つまり雨が降った時にどちら方向に流れるかということを計算します。で一番最後の 右側の3番目の図になりますが、その方向が分かっていますので、じゃあ緑の部分に流れ込む場所はどこかということを計算していって色分けしていってあげる。でそうすることによって各場所に雨が降った時にどこに流れ込むのかっていう情報が整理することができます。でこちらに書いてありませんが、さらにその可動、河川を細切れにしたものの相互関係っていうのもデータ化します。この相互関係というのは、例えばここで言うと青い川の上流側は緑とオレンジの2つの川が合流していますよといったような情報をデータ化して整理します。で、多媒体なので地上だけじゃなくて大気も計算するんですが、さらにその A という左側の図は1個前のスライドで説明した周水域になるんですが、周水域のデータの上に大気メッシュを作成します。大気メッシュを作成した上で、それぞれのメッシュとそれぞれの周水域がどういうふうに重なっているのかというのを計算して、それもデータ化してあげます。まあ、それによって大気と陸域とあとはまあ川ですねといったものがどういうふうに重なって位置しているのかということが分かりますので、それをコンピューターの中にデータ化して入れてあげて計算していくということになります。でさらに各周水域は、まあ、平均的なものが広がっているわけじゃなくて、もちろん森林であったりとか水田であったりとか市街地であったりとか、それぞれいろいろなさまざまな土地利用がありますので、それを各周水域ごとにどのぐらいの広さ、例えば水田があるのか、例えば市街地があるのかというのを計算してあげて、それぞれの場所での化学物質の動きというのを計算することになります。続きまして、後半部になります。原発事故由来の放射性セシウムの動きを多媒体モデルで計算するということを、紹介したいと思います。まずは、皆さんご存知の通り、福島第一原発で事故が起きました。その事故に伴って放射性セシウムは、環境中に放出されて、そして風に乗って、周辺の地域に広がっていきました。でもちろん、放射性セシウムだけではなくて他の各種も、一緒に、飛んでいます。こちらの右の図に示すのが、原発を中心として、まあ、どのように放射性セシウムが広がったのかという、モニタリングの結果になります。で我々は、その環境中での残留性だったりとか、事故後の調査で、いろんな核種がどのぐらいのレベルで、存在するのかっていうのデータが揃ってきた段階で、まあ、中長期的にはセシウム137の挙動っていうのが最も重要になるということが分かってきましたので、その段階で、まあ、セシウム137の環境中での挙動っていうのをきちんと抑えなきゃいけないということに至りました。で、では、その時点でですね、環境中での放射性セシウムの動きを再現したり予測したりするには、まあ、どうしたらいいかと我々当時考えまして、前半で紹介した多媒体モデル GSIMS っていうのは環境全体を大きく捉えることっていうのは得意なんですが、風や雨、海流なんといったですね、時々刻々と変化するプロセス自体を再現することは苦手です。したがって、風や雨を再現するっていうことが大事な、大気に関しては大気専用のモデル、大気モデル、海流やそれで運ばれる砂っていうのを再現することが大切な沿岸海域に関しては沿岸海域モデルというのを使おうという結論に達しました。つまり、国立環境研究所で、それぞれ活動していた3つのモデリング研究グループっていうのが協力して大気、陸域、この陸域というのは地表面と川とか湖とか含みますが、その陸域、これは前半で紹介した多媒体モデルを使って、
で、沿岸海域のモデルの3社のモデル、3つのモデルで、協力して、セシウムの挙動を予測しようということになりました。では実際にその結果を紹介していきます。こちらが、大気モデルによる、再現計算です。左側がセシウム137の大気濃度、右側がセシウム137の、積算沈着量になっていて、事故が起きた、2011年の3月12日から1時間ごとの結果を表しています。で、いろいろ動いている矢印っていうのはその瞬間の風を意味していまして、今から見えるように事故直後は、西から東の風で海の方向に流れていたんですが、15日ぐらいに風向きが変わって陸地に、積もって、さらに今17日18日ですが、さらに20日前後にこのように風向きがさらに変わって、陸地に積算したということが、モデルで、分かりました。でこちらが、モデルと、観測地の比較の図になります。右側がモデルの計算値で、先ほど1個前のスライドで示したものと同じものです。で左側が、観測地航空機モニタリングになっていて、色の、オレンジだったり赤い部分というのが濃度濃い場所なんですけれども、高沈着量の地域っていうのを、良好に再現することができました。続きまして沿岸海域モデルの、結果になります。左側が、海水表層、海の表面の水の中のセシウム137の濃度の時間変化、で右側が、海底土の、表層、つまり海底の砂や泥の、一番上の層に存在するセシウム137の濃度を示しています。でこちらは、2011年の3月から2011年の12月まで、先ほどの大気のモデルよりももう少し長い、期間の計算結果を表しています。で矢印は海流を示していて、今は2011年の8月くらいですけれども、右側の図を見ていただけると分かるように、ちょうど沿岸域に赤い濃度の濃い層というのが、出てきます。でこちらが、また、3月、今4月ですけれども、まずこの赤い部分というのが、陸域近くにこのように広がっていくというところが見えるかと思います。でさらに、時間が経ってくると、特にこの辺で赤い色というのが、徐々に黄色、オレンジや黄色になっていて、これは濃度が、徐々に減少していったと、そこの場所の濃度は減少していったということを示しています。この、50メーターとか100メーターって書いてあるのが、海の深さになっていて、ちょうど50メーター付近だったり100メーター付近のところにこの赤いゾーンというのがあることが分かります。こちらが先ほどの右側にあった図を左に持ってきたもので、一番最後、先ほど示した計算の一番最後、2011年の12月にの海底の表層ですね、土の中、土や泥の中に含まれるセシウム137の濃度の分布を示しています。こちらに書いてあるように、水深50メートルより浅い海域では、もちろん地形の影響もありますが、風や、波の影響で徐々に減少していって、このような濃度になると。一方、水深50メーターから100メーターの海域では、赤いままで残っている、つまり集積しやすいという結果がありました。でこちらはホットスポットといって、特に濃度が高いところをホットスポットと呼んでいるんですが、実際に海底を調査した調査結果と比較しても、きちんとホットスポットというのを再現できたというのを確認しています。なお、この結果というのは2011年7月以降に福島第一原発から直接流れ出たセシウム137の計算結果という、計算には含まれていません。皆さんご承知のように、他の各所を含めて廃炉作業というのは今も続いています。その廃炉作業に伴って環境中への放射性物質の排出というのは、起きてはならないことではあるんですが、引き続き周辺の環境というのはきちんと監視していく必要があるというふうに考えています。
さて、じゃあ前半に紹介した GCMS、陸域のモデルを計算するというところを説明していきたいと思います。まず我々はですね、放射性セシウムの計算をする前に、こういったことを考えました。つまり、前半で紹介したようにそのモデルを作るときっていうのはそのモデルの目的っていうのをきちんと、決めることが大事だというお話したかと思うんですけれども、まずは、陸域での放射性セシウムの挙動を計算するとして最終的に何を知りするべきかということを考えました。でそして、最終的には、陸域の放射性セシウムについてどこにどの程度いつまで残留するか、違う言葉で言うと中長期的には、どうなっていくのかという将来予測をする必要があるだろうというふうに考えました。で計算結果に移る前にまずは、セシウムの、陸域での挙動の模式図を示しました。で黄色が、セシウム137で、茶色の丸が土壌粒子を表しているんですが、チェルノブイリ事故を受けた研究等の結果からですね、セシウムというのは土壌粒子に吸着しやすい物質ということが分かっていました。つまりここに示しているようにこの茶色い丸にくっついてセシウムというのは存在している。ただし一部は溶けているようなものも存在すると。その中で地表面のセシウムが動くとしたら、風もあるんですが大きくは雨で動くことが多いだろうと我々考えました。で雨が降った時にどうなるかというと一部は浸透して下に水は行きますが一部は表面流として土壌にくっついたセシウムが流れているという場合と表面流として溶けたセシウムが出ているということが考えられます。ただしその浸透っていうのはですねセシウムは土壌に吸着しやすいということが分かっていましたので、おそらく、ほとんど影響はないだろうということが事前に分かっていましたのでこちらの表面流を中心に、計算をしていきました。その結果が、こちらになります。これ前半で示した、図と全く同じ図で左側が、地表面の土に、存在するセシウムの、量で右側が河川の低質ですね川の底の泥や、土に存在するセシウムの濃度を表しています。で、ご覧になって分かるようにその福島の東部の、高い、セシウムをたくさん含んだプルーブが流れた地域は赤くなっていて北関東のこういったところに、たくさん沈着したことを反映してこういったふうな濃度結果になっています。でそれと比例するように、その一部が川に流れ出るという計算になりますので、こちらの示したように川の低質にセシウムが存在するという計算結果が出ました。さらに、こちらは地表のセシウム137の残留量の経年変化を示した図です。横軸が、年ですね2011年から2019年まで縦軸が地表のセシウム137の総量になります。で2011年の 棒を見ていただければ分かるんですがこの棒っていうのはそれぞれ水田や畑地や森林といった土地利用ごとにセシウムがどれぐらい残っているのかというのを示す図です。で紫色が一番量が多いんですがこちら森林になっていて森林に7割が沈着したということが分かります。さらにこの折れ線グラフというのは物理崩壊のみ起きた時の結果になります。こちらはセシウムが沈着して全く動かなかった時に濃度がどうなっていくのかというのを計算した結果になっていてこの棒グラフの一番上とこの折れ線グラフの差ですねこの少ない差の部分が表面の流出によって地表面から川だったりとか湖だったりとかに流れ出たセシウムの量を表しています。で結果としましては、中長期では物理崩壊のみよりやや早く減少するとただしその割合というのはあまり変わらないという結果がなりました。従いまして、長期間にわたって地表面に残留するという傾向が、分かりました。なお、この計算の中に除染の影響というのは入っていません。入っていませんがただし森林がほとんどというか7割森林ということと全ての場所で除染を行っているわけではありませんので除染の影響を、もし、計算に入れることができたとしても、
この図の結果としてはそれほど変わらないと我々は考えています。で、我々はモデル計算だけではなくて実態調査っていうのも実施しています。こちらは宇田川という川、これは福島県の北東部ですね。ちょっとスライド戻しますが、こちらでいうとこの辺りに位置する河川宇田川という河川があるんですけれども、そこの上流ですね、上流の森林だけがある流域っていうのを選択して、そこでセシウム137の流出量調査というのをやっています。これは今も引き続きやっていることなんですけれども、こちらがその結果になります。横軸が時期ですね、2011年の8月ぐらいから1年ちょっとの間の結果をこちらに示していますが、こちらの上のところに降水量で、この青い折れ線グラフというのが流出水、つまりその流域から流域というか森林域から表面流として流れ出た水の量を表しています。でさらに赤い線というのは流出土砂由来のセシウム137の量で、こちらは積算流量、積算流出量を表しています。つまり出てきたときに積み上がっていくようなグラフになります。でこちらの図を見ていただいて分かるように、雨が降ったときにピョンと流出水量が上がる時期というのがありまして、それに合わせて赤い線というのもピョンと上がると。つまり森林からの流出というのは主に降雨時、雨が降った時の薄い流出とともに流れ出てくる、起きるということが分かりました。でさらにその森林域からですね、セシウムの年間流出割合、つまり事故で沈着したセシウムの量に対して1年間で流出してくるセシウムの量というのを計算すると、だいたい 0.13% でした。この 0.13% という数字はですね、物理崩壊、よく半減期30年と言われているもので、これ1年に換算すると 2.3% ぐらいなんですが、それに比べては少ないという結果になりました。ただしこちらも福島の浜通り地域で、その下流域でセシウム137の沈着量が増えている湖や滝面域というのも存在しますので、森林には長くとどまるけれども、一部の湖や溜め池では濃度が上昇しているというような場所も存在するので、きちんと調査を引き続きしていく必要があるというふうに思っています。こちらが放射性セシウムに関するモデル研究のまとめです。まず分かったこととしては、事故直後の大気中の動きやその後の海域での動きというのをよく再現することができました。さらに陸域ではセシウム137の7割が森林に存在していて、中長期間残留するということが分かりました。今後必要なこと、これは特に陸域のモデル研究として必要なことと、我々は必要なこととして我々が考えていることですが、降雨による流出っていうのをより正確に再現する必要がある。でさらに森林域にたくさん残っているということが分かりましたので、森林域をより詳細に予測する必要があるというふうに考えています。さてこちらが私の最後、発表の最後のスライドです。冒頭の質問への私なりの回答です。冒頭の質問もう一度繰り返しますと、ある化学物質が将来環境中でどのくらいの濃度になるか予測することはできますかという質問でした。私なりの回答としては、難しいです、はい、簡単ではありません。しかし、化学物質の特性だったりとか環境中にどのくらい出てくるのかという量が分かれば、環境モデルを使って大雑把に把握することは可能です。大雑把に把握して大雑把に予測することは可能です。でしかいまして、大雑把な予測っていうのをより正確な予測にするため、日々研究をしています。もちろん濃度が分かっただけではダメで、危険性を把握するために人や生態系の影響っていうのを評価する研究や、より正確に知るために環境を観測するっていうことも大切なことになります。さらに難しいのはですね、大雑把な予測しか得られない状況で、どのように化学物質を管理していくべきかというのが非常に難しい課題と考えています。この課題問いに答えることが私そして我々のグループの目標です。以上で私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではご質問を受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。
森林が、ね、はい、紫色で7割占めている棒グラフで、はい、右に行くにつれて右下がりに下がっていくのグラフで、はい、まあ、あの折れ線グラフと棒グラフとの間の数値がそれが川に流れ出た分であるという理由がわからないんですので教えてください。ですね、セシウムというのは、放射物理崩壊というのをします。物理崩壊をするときにある種のエネルギーが出て、まあ、それが空間線量になります。まあ、ガンマ線を出すんですけれども、ですから、セシウムっていうのは、環境上に、存在するだけで、一定時間の間に一定の割合で、分解して別の物質になるわけですね。別の物質になるときにエネルギーを出して、それが、まあ、放射能と言われているもの、空間線量率のものになるわけです。で、ここの部分ではその計算、その、プロセスというのも計算の中に入れているので、もしセシウムが沈着してその後全く動かないとしたら、そのモデルの中での地表面でのセシウムの量っていうのは、この棒グラフになっています。この棒グラフっていうのは、よく言われるセシウム資産などの半減期が30年っていうのを計算していることになっていて、今ここで9年しか現れてませんけども、このままずっと30年分計算すれば、ここの棒グラフっていうのはちょうど、初めのところの半分に位置する場所に行くような数値になります。で、我々のモデルではそれ以外に地表面から川に流れ出る量というのも計算に入れているので、それに伴ってセシウムの量というのが物理崩壊だけ起きたときに比べて少し早く減少しています。その差というのがこちらになっていて、ここの部分にあたるセシウムが地表面から川に流出するという、あくまで計算上での話ですが、そういう計算になっていて、その差が流出というふうに説明したのはそういうわけでないです。わかりました、ありがとうございます。すいません、非常に興味深い説明ありがとうございました。2つほどあるんですが、1つはですね、まあ、将来の可能性として教えていただければ非常にありがたいんですが、今陸域モデルと要するに今大気モデルを加えた、まあ、解析モデルがあるということを私今日初めて知ったんですが、まあ、これを応用してですね、まあ、いわゆるその土砂災害の予知とかですね、そういったことはまずできるのかなと、まあ、具体的にはまあ陸域モデルで、まあその流出をまあ再現して、それからまあその斜面にですね、まあ土質であるとか地形であるとか、それからまあ土中の含水量、そういったものを組み合わせることによって、まあ土砂災害、いわゆるまあ斜面崩壊とかですね、土石流とか、まあ、そういった再現ができると思いますし、で大気モデルではですね、まあ、例えば台風が近づいていて、まあ数日あと、あるいは数時間後には、まあ、非常に厳しい雨が降るという予測ができると思うんですよね。でそれらまあ複合してですね、まあ、1日後にはそれからまあ時間帯はこれぐらいに、まあここでまあ斜面崩壊が起こるとか、まあそういった予知ですね、まあ、地震予知は難しいということになってますが、まあそういう災害予知ができるのかどうか、それをまず一つお尋ねしたいのと、であともう一点がですね、まあこの陸域のまあ河川の流出モデルについて触れられてたと思うんですが、これ具体的に今どういうような形でですねやられているのか、まあ雨が降ってですね、それからまあその地表面の粗土を与えたりとか、まあ地帯効果とか、そういったものをどの辺まで再現されているのか、まあ、それをちょっと教えていただければありがたいなと思いました。はい、ありがとうございます。まず1点目の、災害、土砂災害等の件なんですが、大気モデルに関してはちょっとすいません、私専門ではないのでどの程度の精度で予測できるかというのはちょっとこの場では、お話できないんですが、土砂災害に関しては、我々の分野ではなくて水文学の分野で、そういったモデルっていうのはあります。で、そういったものを参考にしながら、今我々は陸域のモデルっていうのを、まあ、より良いものにしていこうと思っていますが、すいません、その本当のその厳しい土石流だったりとかっていう、非常に特殊な状況をどの程度予測できるかっていうのは、ちょっとこの場では、答え私持ち合わせていません。おそらく、専門の、水文学の分野がありますので、そこでの話かなと思います。で、
ですので、ですのでということはないですね。で、我々の、多媒体モデルの中では、非常に大雑把に水の流れ等も扱っています。ですからここの、モデルの中では、ソドとかは、厳密に言うと少し扱っているんですが、ただし、ソドっていうのは、場所によって全然違う値を、本来は入れるべきなんですが、そういった細かい、調整はこのモデルではまだしていません。ですから、そういったことも含めて、今後の課題になるというふうに考えていて、今そういった部分での精度を高める、モデルのレベルを高めるという仕事を今進めている段階です。どうもありがとうございました。どうも講演ありがとうございます。今日のモデルの、さっき言われた大雑把な分量のことなんですが、今陸域の方にどれぐらい降下してて、海面にどれぐらい降下してて、で沿岸域150メーターぐらいのところに溜まってるのがその海域に落ちた、もしくは陸に落ちたうちの何割ぐらいあって、ある意味海域の外へ出てっちゃった部分がどれぐらい逆にあるのかなっていう素朴な疑問なんですけど、はい、分かってたら教えてください。ありがとうございます。質問、まずは、初期沈着、事故直後の大気モデルから予測される初期沈着の結果で何割陸域何割海域っていう数値は正確な数値出ています。すみません、ちょっと今私覚えていないので正確な数字でパッと言えませんが、ただし陸域の方が少ないです。より海の方が多いことは確実です。より正確な数値は後ほどフロアで紹介させていただければと思います。その以外もそのトータルとしての何割がどこに存在するっていう解析はちょっと残念ながら今きちんと整理できていなくて、そこも含めてきちんと計算していかなければいけないなというふうに思っています。すみません、中途半端な回答ですが、どうもありがとうございます。はい、ではお時間になりましたので質疑応答を終了させていただきます。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。